こんな感じでね、この、こんなんとか、うん、こんなんとかね、入れながら、ここぞという時に、これをね、はい、ギター大好きミスターバードのね、ギターチャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回はね、数あるね、ターンアラウンドの中ではね、もうめちゃくちゃもうとびきりかっこいいね、ターンアラウンドの方をね、紹介していきたいと思います。このチャンネルではね、ギターの練習がちょっと飽きたな、他の練習方法がないかな、なんでギターの練習方法ね、悩んでる方、こんな方々のためにね、毎回じゃんじゃん配信してます。面白いななんてね、思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタン。よろしくお願いします。ではね、早速行ってみよう。シュパコ。はい、ということでね、やっていくんですけど、ターンアラウンドをね、もう、めちゃくちゃこう、まあ、オーソドックスなのがね、とかね、まあ、こんなのがね、あるんですけど、エリック・クラプトンがね、もう、とびきりかっこいいやつをね、時々弾くんですよね。なんでね、それを紹介していきます。こんな感じ。最後のね、B7 あたりからね、やってみたいと思います。これなんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか。もう一回こんな感じ、 B7 から、こんな感じ、超かっこいいですよね、これ。まあね、こんな感じで弾いていくんですけど、これね、こんな感じ、こんな感じね、こんな感じ、これもよく出てくる。このね。この E7 の、これ。この部分。こんな感じ。ゆっくり行くとこんな感じ。
回これじゃなくて、時折入れるとね、かっこよさが増すっていうか、最初の頃はね、多分。ここぞという時にこれをねバチコーンとね入れてやるとめちゃくちゃかっこいいんですよね。多分ねこれ聞いてる人はライブとかでね皆さんがこれをやられて聞いてる方はこの人やばいんじゃないかとすげえなときっとね思うと思うんですよね。なのでね、これもうぜひね、もうぜひこれやっていただきたいんで。これね。これ。まあね、ゆっくりするとできるんで、できるようになるんですよね。慣れてきたらね、徐々に速度を上げていくと、まあ、割と速いやつでもね、できるようになると思うんですよね。まあ、よかったらね、ぜひトライしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。ミスターワダでした。シャー。